はい、皆様いらんからぷてどうもお久しぶりなのかな、ユッケと申します。はい、こちら雑談動画でございます。攻略情報とかそういう動画ではございません。あのおっさんが単純にベラ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 くっちゃべってるだけの、よくわからない動画でございます。なので、いやおっさんのねそんな話聞いてもねなんていう方はブラウザバックという素敵な機能もございますので、そちらをご利用いただければなと思います。あとは、それでもお付き合いいただけるという方はぜひともだらーっとした感じでお付き合いいただければいいなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、で今回雑談動画なんですがとりあえず、3.0 入って1週間発売からですけど1週間ぐらい経ったので、あとはアーリーアクセスからすると10日間ぐらい経ったんで、いろんなねプレイスタイルの方がいろんな進行状況でいろいろなことをやってると思うんですけど、とりあえず今回ちょっと自分たちがやってて質問とかメッセージいろいろいただいてはいるんですけど、その中でちょっと自分たちこうだったよっていうお話をちょこちょこさせていただこうかなと思っております。でちょっとまだね僕の動画って見ていただいてる方結構ゆっくりベースの方が多いような気がするので、メッセージいただくものね見てても進行状況結構ゆっくりな方が割合として多いので、先にちょっとネタバレ防止というかちょっとねポロッと僕言っちゃう可能性があるので、このマップ&トラベルのところの風脈の泉交換情報っていうのを開いていただくと、進行状況大体わかりますよね。これちょっと質問にもあったんですけど、これ風脈の泉ってこうフィールドに10個起こってるんですよ。緑色のわーっていうのがで、それを10個集めると、飛べるようになるわけじゃなくて、これ見るとわかるんですけど、こう緑色10個ありますよね。これがフィールドに起こってるやつで、上のこの黄色いのが、クエスト報酬なんですよ、これ。風脈の泉がもらえるっていう。ちょっと個人的にこれ納得いってないんですけど、わけわかんねえよっていうね。風を感じたとかさ、風の流れをどったらこったらって言って手に入れるじゃない。フィールドのやつって。でもこれさ、サブクエとかさ、メインクエって風関係ねえじゃんっていうようなクエストでもらえたりするでしょ。それがちょっとね、個人的に、え?っていう。のがあったんですけどね。そこは言ってもしょうがないんで、とりあえずそのサブクエとかメインクエの報酬でこの上の黄色いのが5つもらえるので、だいたいサブクエ4つのメインクエストの最後に1個ポンってもらえるパターンが多いんじゃないかなと、ここまでやっててそんな感じがしたので、そんなんだと思います。なので飛べるようになるにはどっちにしてもメインクエを進めなきゃダメだということだと思うので、はい、もしまだ、飛べねえよっていう方はちょっとメインクエも進めていただければ、必ず飛べるようになると思うのでやってみていただければなと思います。で、あと混雑を避けるためにっつって、これそんな長い間じゃないと思うんですけどね、インスタンスに分かれちゃうっていうのがあるんですけど、ちょっとねこのコーチドラバニアっていうのでちょっと言うと、例えば地図開けたりなんだりするときに、せっかくパーティー組んでテレポしたのに、例えばね6人ぐらいで組んでて4人はインスタンス1に飛んだのに2人はインスタンス2に飛んじゃったっていうよくあるんですよ。でそんな時はこのエリアチェンジ、点々点々点々っていう点線あるじゃないですか、あれをまたいでエリア移動して、またがなくてもいいんですけど、どっか別の場所にエリア移動して、この点線をまたいでここに入ってくると、インスタンスどっちに行きますかっていうのが出てくるので、ここだったらコーチドラバニア1、コーチドラバニア2、どっちに行きますかっていうのが出てくるので、パーティーメンバーがいるインスタンスに、ね、選択していただければ、同じインスタンスに入れるという感じなんですけど、1個だけこうドラバニア雲海っていうのがあるんですよ。ここまだ行ってない方はちょっとネタバレになっちゃうんですけど、ここだけ
この雲海から高知に移動するときってその、まあ、点線またぐんですけど、どうもねここだけ出てこないんですよ、インスタンスどっち行くかっていうのが、どういうわけか。でもちろんその高知から雲海に戻ってくるときもあのゲートキーパーに話しかけなきゃいけないんですよね。とあるゲートキーパーがいるんですけど、でゲートキーパーに話しかけて雲海に戻ってくるときもどっちのインスタンスに行きますかって出てこないんですよ。これなんかわかんない、修正されるのかされないのか知らないですけど、だからねここだけなんか知んないけど俺が開ける地図よくここが出るんですよね。だからここだけちょっとテレポで飛んでもインスタンス別々になってめんどくせえなっていうのがあるんですけどね。でちょっとやってみたんですけど、みんなこう、まあ、インスタンス別々でもねこう、まあ、この辺のエーテライトのすぐ近くに飛んでくると、で3人3人で分かれちゃったって言った時にこのドラバニア雲海からドラバニア雲海にテレポをしてみたんですよ10回ぐらい。それでもインスタンス変わんなかったんで、どうやら同じそのマップ内でテレポしてもインスタンスは変わらないんじゃないかなという仮説を、まあ、自分たちは立ててます。本当かどうかは分かんないですよ、確定情報じゃないんで。自分たちがやってみた感じダメだったんで、なのでねこの雲海に来るときにどうしてもそのインスタンス合わせたいって言ったときは、この高知に行ってまたここに戻ってきてまた高知に行ってまたそのねゲートキーパーに話しかけてここに戻ってきてっていうのを繰り返して繰り返して繰り返してなんとかインスタンスを合わせるっていう、ちょっとねめんどくさい感じなんですけど、まあここは多分ね混雑がね緩和されれば、まあ大丈夫じゃないかなと思うんで、まあ気長に待ちましょうっていう感じで、であとエターナルリングはどうも使えないというメッセージもいただいたんですけど、自分と嫁もちょっとやってみたんですけど、これもどうもですねこの今クルザスセーブコーチってコンプリートって出てるんですけど、まあ飛べるんですよね、もうすでにこうやって飛べるんですけど、このちょっとメインクエを終わらせてフライングマウントが解放された状態であればエターナルリングが使えるっていうことは確認したので、多分それが条件なんじゃないかなっていう気がしてます。これも確定情報じゃないんですけど、もしかしたらそのメインクエストだけね終わらせればエターナルリング使えるのかもしれないし、例えばその相手の方に飛ぶ人、飛ぶ側がメインクエとか終わらせてれば飛べるのかもしれないし、ちょっとその辺は正確なものは実証っていうかしてないのでちょっと分かんないですけど、まあお互いにメインクエ終わってちゃんとメインクエとこのねこのエリア、その飛びたいエリアで、ここだったらクルタスセーブコーチなんですけど、お互いがこのセーブコーチねフライングマウント解放されていれば、まあ使えたんで、それが条件なんじゃないかなと思っています、今のところ。なので、今この定置ドラバニアっていうのは、自分こう、文脈も集めてないし、クエストも終わってないので、ここではエターナルリングが使えない状態です。ただし、嫁が例えば、高知ドラバニアにいて、自分がこの定置ドラバニアにいる場合、もちろん嫁はエターナルリングを使っても、定置ドラバニアには来れなかったんですけど、自分が定置ドラバニアにいて嫁が高知ドラバニアにいると、で自分がエターナルリングを使った場合高知ドラバニアには飛べました、ちゃんと。なのでおそらくこれが条件なんじゃないかなっていう、そのね飛びたい相手がいるエリアが、まあお互いにこうちゃんとコンプリートされてるっていう、お互いじゃなくてもいいんだと思うんですけどね、ちょっとそこは実証してないので何とも言えないで、とりあえずフレームマウント解放してしっかりクエストが終わってれば飛べたよっていう、そんな感じです。なのでまあぜひぜひお試しあれと。であとフライングマウントでさ、これあったんですけど、こう例えば下向いてまっすぐ飛ぶとこう落ちていくでしょ。例えば敵ザコモブをさ探してる時とか、こう下向きながらこうやって飛びたいじゃん。でも勝手に落ちてっちゃうんで、こう上昇しながらこうやって飛ばなきゃいけないっていう、
これが非常にめんどくさいっていう方がいらっしゃったんですけど、これねちょっと俺いろいろいじっちゃったんで分かんないんですけど、どこだっけ、これかな、キャラクターコンフィグの操作設定の全般のところの、多分俺これだと思うんだよな、飛行オートランをスタンダードタイプにするっていう、これがね最初多分チェック入ってると思うんですよ。でこれチェック入ってると、こうオートランした時にこうやって下向くと、こうやってね、まあ、今まで通りこう普通に向いてる方向に高度も下がっちゃうんですけど、あのこれをやべ、このオートランをスタンダードタイプにするっていうのを切って、でこれでまずまあまっすぐ飛んでオートランします。でこの状態だと、あの下向いても高度下がらないんですよ。こうやってどこ向いても高度下がらないので、意味わかります？そのままの高度でオートランしてくれるんで、まあ、今のところ自分はこれで対応してます。こんなんでわかるかな。うん、こんなやり方がまあとりあえずあります。でいいかな。であとよくあるのが、そのジョブ、戦闘ジョブに関しての、まあ、弱体者とかなんたらかんたらとかいろいろまああるんですけど、まあ、自分も思わないわけじゃないんですよ。例えばフレアのね、範囲攻撃すげえ弱くなってますよね。あの2体目以降 10% ずつ減ってって、マックスでこう威力半分になっちゃうとかなのでね、まあ、自分たちもちょっとやってみたんですけど、あっちゃーっていうぐらいね、黒はちょっとね、まあ身内でハイレベとか回したりするんですけど、ハイレベじゃない、ハイルーレット、ハイレベルルーレットね、やったりするんですけど、うわ黒ちょっとなーっていうのはあったりしましたね。まあただ単体火力は別に下がってないし、ファイラの火力がそんな下がってないように感じたんで、多分変わってないですよね。自分ちょっと分かんないんですけど、なのでまあどうだろう、単体撃破の方がいいのかな今だったら。あんまり自分もともとまとめしない人だったんで、で特にねあんまり一人でコンテンツファインダー行くこともないので、ぶっちゃけそのあんまり重く受け止めてはいないんですけど、まあ黒やってる人からするとああっていうね。自分も DPS は唯一黒をちょこちょこやってますっていう話はしたんですけど、一回ちょっと黒やらせてもらったんですけど、フレアちょっとね悲しいところですよね。単体に打ってもしょうがないしねあれね。まあなのでそんな、あとホーリーね、ホーリーもまあ同じように範囲火力がもうすごい下がっちゃってるんで、まあこれも同じくあんまりその自分白やんないんで何とも言えないところではあるんですけど、なあね、まあスタン効果もあるのでどうなんだろうなと思うんですけど、今んとこ自分たちではまあ ID 行くときはあまりまとめないで進んでいってます。範囲狩りしなければまあっていうね、まあもともとそんなにがっつりまとめるっていうようなスタイルでやってなかったんでね。ただ唯一ちょっと思うのは詩人さんかわいそうだなっていうのはちょっと思ったりしました。まあ自分も本当にこれもそうなんですけど、 DPS を本当にやらないの で銀融詩人は特にほぼほぼやってないんで、レベルだけ50にしたっていうところなんでね、ちょっとねやってないので何とも言えないですけど、まあ身内のねいろんな銀融詩人やってる方から話を聞くと、いやーちょっとこれはどうにかしてほしいなっていう声が多いように感じました。あとそう、まあこれ白のプロテスのことなんですけど、結構スト付きが弱体されたのはね正直自分も痛いんですよ。タンクやるときとかもね、せっかくの白のストーンスキンなのに 10% なんでね簡単に剥がれちゃうっていうのもあったりするんですけど、あとは学者の生命活性法 25% じゃなくて単純にね回復力600の技になっちゃったりしたんで、まあこれから HP がねバカみたいに増えてくるんで、そうなるとね学者一択っていうことにもなりかねなかったんで、まあそこはしゃあないにしろ、まあ、ただ単純に自分が今やってることって白も学者もそうなんですけど、レベル60になってないので、僕今レベル60になってる序文もクラスもないので、
あまり説得力はないんですけど、うん、まあどうなんだろうね、60になってみてじゃないと正直わからない部分は多いんですけどね。そう、あとあのプロテスに関してはこれ多分なんですけど、今とりあえず白魔導士になってみたんですけど、プロテスあのアイコンがさこれじゃん、弱い方のプロテスにねなってるんで、なんか弱体、白のプロテスが弱体したんじゃねえかっていう感じの方がなんか多かったんですけど、これねあの自分ともう一人とあるママンっていう分かっちゃうんだよなこれ言うと、とあるねママンっていう人とね結構あの話しててね、あのいろんな人にも言ったんですけど、そもそももともとね 2.0 の時代に白魔導士のプロテスと、まあ、他ジョブで使うプロテス何が違ったかっていうと、白のプロテスってレベル重力から魔法防御も上がりますよっていうのが白魔導士のプロテスだったんですよ。 10% ずつかな。なので例えば学者しかいない時にプロテスをかけても物理防御は上がったんですけど魔法防御は上がってなかったんですよ。でその状態のプロテスのアイコンがこれだったんです。意味わかります？だから白魔導士がプロテスかけると物理防御と魔法防御両方上がってたんですよ。で他ジョブでかけるプロテスは物理防御しか上がってなかったんです。でそれが今全部統一されたんですよ。誰がかけてもどのジョブでプロテスかけても魔法防御も物理防御も両方上がってますよっていう状態になっているので、ここに関しては弱体されたわけじゃないと思ってます。ちょっとパーセンテージまでね正確なのはちょっと分かんないんで、 もしかしたらねもともともっと物理防御ガーンって上がってたのかも、それもないと思うんだよな。とりあえずだからプロテスに至っては、まあ、みんな一緒になったっていうだけで、まあ、白のね特性っていうのはちょっとなくなっちゃいましたけど、まあみんな一緒になったっていうことだと思ってます。なので結構アイコンがこれなんでね、なんで白魔導士でプロテスかけたのに弱いんだよって思う方も結構いらっしゃったんですけど、弱くはなってないです。みんな一緒ですよっていうことです。でもしかしたら数値変わってんのかもしれないですけど、ね、それに自分が気づいてないだけなのかもしれないですけど、多分そうだと思いますよ。でもなのでその代わりっていうか、白魔導士のさっきねあれアクションリスト見たんですけど、ここどうもレベル16のプロテス効果アップがメディカ効果アップに変わってました。でメディカの消費 MP を半減、はい、すいません、キャプチャが止まりましたんで再起動してきました。はい、でそうメディカじゃねえやプロテス効果アップの代わりにこれメディカ効果アップがついたっぽいので、ちょどういう形で発動するのかちょっと俺見てないんですけど、多分ウニョウニョがつくのかな。つかないね。メディカ効果アップ出ないよ。え、発動確率 20% なんでしょ。MP 減ってるよね。まあわかんない。わかんないけど、なんかついてるみたいです。ちょっと俺白やんないんでわかんないですけどね。メディカの次っていうか勝手に半減してんのかなこれ。消費 MP が。MP の減り方なんてあんま見てないからわかんないですけど。なのでとりあえずプロテスに至っては弱体されてないと思います。ね、多分そうだよね。学者になってもアクションリスト多分変わってないと。うん、パーティーメンバーの物理防御と魔法防御を上昇させるなので、まあ多分変わってないんじゃないかなと思ってます。はい、でそういえばちなみにアウラにしてみました。これ昨日アウラにしたんですけど、もう飽きてきた。アウラね、ここからまあ単純に愚痴なんですけど、アフラね、フレンドさんの見てるとすげえ可愛いなと思ったんですよ。で、
自分のこのアウラと似たようなアウラにしてるフレンドさんもいるんですけどね、この僕ちょっと釣り目があんま好きじゃなくて、あんまりキッっていう釣り目があんま好きじゃないので、まあ、このフェイスパターンにしてるんですけど、あのね、だからといって別に垂れ目が好きなわけじゃないですよ。あのもうちょっとね、もうちょっとこう気持ちもっちょいこう上向きな目の方が良かったんですけど、まあ、それがなかったんで、まあ、これにしたんですけどね。あのコレクターズエディション、あのデジタルアップグレードで買ったっけ、ほらあの元素薬ついてきちゃったんで、まあね、とりあえずあのアウラやってみないことにはね分からんということで、毎度そのパターンでね、あのいろんな種族になってみては結局ハイランダーに戻してるんですけど、うん、まあ今回昨日やって今日まだ元素薬を使ってないので、いつぞやのねとある種族になって1日で元素薬を使ったという、その時よりは長く持ってるんじゃないかなと。わかんないです、いつまでアウラやってるかわかんないです。なのでうわユッケのアウラ似合わねーっていうので、ね、笑いたい方はまあアウラでいるうちに笑いに来てくれればと思いますんで、よろしくお願いします。あとはそんなとこっすかね。あとなんかあったかな。であとちょっとね、プレイスタイルのこととかもやっぱり 3.0 始まって、まあ、やることが一気にガバッとねできることもすごい増えるじゃないですか。なのでまあギャザクラやる人もいれば、メインクエ進める方もいれば、新ジョブのレベル上げをする方もいれば、まあ、自分そこだったんですけど、新ジョブをとりあえず50までっていうことで先制10種あげたんですけどね、はい、先制10種が今52ですね。でとあるクエストでねちょっと大変だったんで、あのメインクエ今何を取ってくれたかね、戦士でやってるんですよ。珍しいっていうか、最近あんまり遊んでない方だとえっって思うと思うんですけど、学者じゃないのって思うんですけど、と思うんですけどね、学者は全然今回はやってないです。いずれちょっとまたやるつもりではありますけど、今ね正直迷ってるんですよ。戦士とりあえず60にしちゃおうかなと思ってるんですけど、まあ、その後に先制術師を上げるか学者を上げるかちょっと迷ってはいるんですけどね。自分のそれはいいっすね、とりあえず。はい、なので、まあ、今回ちょっとメインクエストをね、今までって自分が先に進めて嫁に教えながら一緒にやっていくっていう感じだったんですけど、まあ、嫁も結構 FF っていうかゲーム自体慣れてきたので、まあ、今回はメインクエに至っては、まあ、ぴったりねカットシーンとか一緒に見ようっていうことで進行状況合わせてるので、まあ、今までに約ゆっくりペースではあるんですけど、逆にちょっとね嫁がハイペースになっちゃって早くね進めなきゃユッケも進めれないっていうので、ちょっとハイペースになっちゃってるんで逆に申し訳なかったかなっていうのは思ったりもしてるんですけどね。まあのんびり、まあ、クラフター触りながらギャザラー触りながらダラダラやっておりますけども、まあこんなねダラダラプレイな人もいるので、まあ皆さんそんなに急がずともいいんじゃないかなという気はしてます。まあ自分がメインジョブは道草師だって言い張ってる人間なんでね、なんともちろんあんま説得力ないですけど、結構ダラダラな人間です。仕事じゃないんでねこれね。まあそんなスタイルの人もいるということでございます。であと IDはい、すいません、またキャプチャーが止まってました。なぜだ、ちょっと自分のオンボロ PC がもしかしたらアウラアレルギーなのかもしれないですけどね。まああのあとはね、特にその、まあ、プレイスタイル関連に関してのちょっといろいろまあメッセージもいただいてるんですけど、それを話してしまうとすごい長くなってしまうので、まあそれはまたの機会にね、精霊銀行なんか掘りながら精霊銀砂かちょっと忘れましたけど、あれやたら使うんすよね最初。今ちょっとクラフターをちょこちょこやってるんですけど、新しいねスキルも追加されてちょっとマクロを組みながらねやったりしてるんですけどね。まあでも今回結構ねいろいろコツコツできる遊びが増えたので、個人的にはすごく嬉しいんですけどね。
でここから先はちょっとね、これも語らねばなるまいということで、アウラとかに関してなんですけど、まあ、ここから先はぶっちゃけユッケの愚痴なんで、もうここで動画切っちゃって OK なんで、はい、質問に関してのことはね、いろいろともう重要なことはね、大体ほら白魔同士のプロテスのこととか、あとなんだっけ忘れた、あフライングマウントのこととかエターナルリングのことはね、もう言ったんで、もうあとは OK です。ここで動画切っちゃって大丈夫です。あとは愚痴なんで、愚痴っていうかぼやきなんでね、いいんですね、止めなくて。ぼやきですよ、あとはぼやきですよ。ねコレクターエディション買ってっていうか、デジタルアップデート、デジタルアップグレードかして、まあ、幻想薬1個ついてきたんでね、アウラにしちゃったんですけど、これよくよく考えたらさ、プロデューサーレターライブでも言ってたんだよね。コレクターズエディションにすると、幻想薬1個、来るので、まあ、ぜひともね、アウラなんかやってみてもいいんじゃないかな、みたいなこと、ヨシピ言ってましたけど、まあ、元に戻すときは、自腹でという感じだったと思うんですけど、ぶっちゃけすでにもう飽きてるんですよ、アウラ。昨日、本当に昨日なんです、これ。なんかそういう話をしてて、やってみっかっていうことで、やったんですけど。で、もう一人ね、男性アウラにした方がいたんですけどね、お互いアウラにした瞬間に、なんかやる気出ねえ、つってね。で、一回まあ、一個だけネタバレごめんなさい。ダスクビジルっていう ID があるんですけど、皆さん 3.0 になってね、新しい ID、まあ、初の新しい ID が、まあ、ダスクビジルっていうところなんですけど、なんかね、自分ちょっとそこに行くとどうも眠くなるんですよね。で、一緒に行ったフレさん、みんな眠くなっちゃってそこで。ダメだ、寝るっつってね。もうなんか、アウラになって、悲しみの中眠気に襲われ、まあみんな寝たんですけど、多分寝たと思うんですけどね、みんな。これなんだろうね、これもちょっと長くなっちゃうんですけど、一個ね、これ気にしすぎって言われるんですけど、自分ちょっと今タンク、あ違う、タンクどれだ、これか、戦士が今こんな感じなんですけど、装備がね、まあ、進んだ方は大体わかると思うんですけど、これ、装備。こういう甲冑って好きなんですよ、自分。タンクらしくて、僕好きで。もうこれはこのままちょっと使い続けようかなと思うんですけど、もしくは、ダスクビジルで落ちる、イシュガールディアン？いつだか腕だけ手に入れてたんですけど、これっぽい見た目だった気がするんですよね、腕。もっと黒いんですけど。で、鎧とかちょっと手に入れてないのでわかんないですけど、ちょっとね、腕は欲しいなと思ってて、じゃ手に入れたはずなんですけどね、探してもないんですよ。多分だから寝ぼけて売ったのか分解したのかちょっと分かんないですけど、ちょっとあれが欲しいんでね。なんですけど、唯一ね、自分ちょっとこの、分かる、見えるかな、こう、ここ行ったらズームになる、この網網、これ、この網網、見えるかな？この網網が、嫌いなんですよ。っていうのも、嫁にもね、そんなの気にすんなよって言われるんですけど、洗濯できなさそうじゃないですか。この網網って。まあ、鎧自体洗濯できないそうですけど、なんでそんなこと思うかっていうとね、昔ちょっとの間ね、僕め、剣道部にいたことがあるんですよね、剣道で。剣道やったことある人分かると思うんですけど、すごいでしょ、青春の香りが。特にコテとかすげえんだ、あれ。あんまなかなかね、洗えないんだよね、あれ。どういうわけか、この網網の鎧を見るとね、青春の香りを思い出しちゃうんですよね。で、ほら、自分当時、チャリ通だったんで、自転車だったんでね、別に良かったんですけど、帰ってすぐ風呂入りはね、いいんですけど、バス通とか、電車通学のね、先輩がいて、
かわいそうでしょうがなかったんですよ。なんでかっつったら、部活終わって帰るじゃないですか、バス乗ったり電車乗ったりして。でやっぱ周りのお客さんがいるわけですよ、他の乗客が。もうその人たちからの目線が痛いっていう意味は分かりますよね。あのね、青春の香りが漂うわけで、なんかあ、くさっていう、くさっていうね、これ本当なんですよ。剣道やった方分かりますよね。剣道やってた方分かりますよね。結構すごい、結構すごいんだあれ。どうもね、俺それを思い出しちゃって、あみあみやなんですよね。なのでまあだいたいクラウドのあのアドベントアタイヤね、ストライフなんとかっていう装備をミラプリするんですけど、あれもちょっとね、正直タンク装備って考えると、ナイトがまだあれかな、ナイトがまだそのままなんですけど、なんかほら打たれ弱そうじゃないですか、これだと。銅がね、これだと腕とかだってほら剣持った敵とかいるわけだから大怪我するでしょきっと。まあ、ミラージュプリズムってその武器の見た目だけを投影してるっていう設定なんで、もちろんね数値的にも防御力とかは変わらないんですけど、ちょっと気になっちゃうっていう。でもまあクラウドこれで戦ってたし大丈夫なんじゃねっていうね気もしなくもないんですけど、まあタンクっていうのになるとやっぱりこうこのね甲冑を着せたいなっていうのがあったりするんですけど、この網網がどうしてもね俺ダメなんですよ。なんか嫌なんですよね。でこれ別に他の人が好んで着てる場合には別に何とも思わないんですよ。あー甲冑かっこいいなって思うんですけど、なんかね自分が操作してるキャラクターが網網着てると嫌なんですよ。嫌なんです。あとねだからあんまりこうほら他の人のことは別に特になんとも思わないけど、自分のキャラがそれだと嫌だっていう。ただ他のキャラクター、他の人が操作してるキャラクターでもちょっとね、いやそれはちょっとって思うのが一個だけあって、個人的ですよ、これ本当に個人的なことですよ。おっさんのぼやきなんでねあれなんですけど、本当個人的なことですこれ。水着で戦わないでほしいなっていうのがね、俺だけじゃないと思うんだよな思ってる人。なんかルガディンとかなら全然なんとも思わないんですよ俺。ルガディンの男性とかだったら、例えばパンツ一丁でねミラプリして戦ってるとか、ほらよくヒロシマイフレンドっていう妖精さん的なルガもいるじゃないですか。だから彼らはねなんともないんですよ、そのパンツで戦おう。やっぱりルガって強そうなんで、僕ルガ好きなんでね、ルガディン、男性のルガディンも使ってたんですけど、あの別サーバーで別のサーバーでちょっとね作って、結構長い間ルガやってたんですけど、今ねそのキャラクターもハイランダー男性になってるのかな、あっちは。あのパンツにグラサンでうろついてますけどねどんなことやってるんですけど、なんだろう、まあ、CF 自体でそんなにさっきノラで行かないっていう話もしたんですけど、例えばそのタンクだけちょっといなくて、まあ、大抵自分かもう一人かもう一人か、身内でタンクやる人結構いるのでそうそうないんですけど、たまにこうヒーラーやりたいとか DPS やりたいって言ってタンクだけいないっていう場合があって、まあ、そのまま CF 乗っけてねタンクさんだけポロッとこうマッチングされていくっていうこともないわけじゃないんですよ。なぜかね自分の場合そういう時水着のミラプリしたミコッテがマッチングする確率がやけに高いんですよね。だからさなんかこういたたまれなくなっちゃって、上下なんかビキニみたいなさ水着着ててさ、でもタンクなんですよ。で敵にボコボコ殴られて、挙句の果てには剣で切られ、爪で引っかかれ、魔法で燃やされなんかさ、いやー大怪我するよねつって、その時大体自分ヒーラーなんで、まあ、必死にねヒールするんですけど、
大丈夫かな水着でっていうね。いやーなんかすごい思うんですよね。うん、あとまあほらさっきアウラが飽きたっていう話もあるんですけど、なんでかわかんないこれ、他の人が、まあ、フレさんとかにも多いんですけど、まあ、ミコってなりララフェルなりっていうのが結構多いんですけど、自分の周り結構ミッドランダーとか、ミッドランダーかあとミコってが多いのかな、なんですけど、他の人がね操作してるとやっぱアウラにしろミコってにしろララにしろ可愛いなって思うんですよ。でフレンドさんにはあんまりいないんですけど、まあエレゼンのね女性とか使ってる方もね、やっぱエレゼン背高いしスラッとしてモデルさんみたいだなとかね、や美人だなって思うんですけど、いざね自分で使うとイラッとするんですよね。何なんだろうっていう。だからアウラもねすごいエモートがぶりっこすぎてね、正直エモートしたくないんですけど、なんかお辞儀がガキっぽいとか、あの励ますがやけにブリブリしてるとか、なんだこれっていう。で土下座はすごいきちっとしてるので、あここだけすごい礼儀正しいと思ったんですけど、なんか立ち上がるときこうなんていうの、手の角度がなんかあの加藤茶さんのヒゲダンスみたいな手になるっていう。でこれもあのね、昔僕店舗をこう回って研修やったり講習やったりっていうちょっとお仕事をしてた時期があって、あのねまあ言ってしまえばぶりっ子嫌いなんですけど、まあ、やっぱりそれも皆さん知ってるんですよ、その各店舗のね方が。でその各店舗の偉い方も何月何日にそのユッケっていうねやつがこうやって来て、そういうこういうことをするから、ただあのね明るいやつなんだけどぶりっ子してたら芝木倒されるぞっていうことはねあの言ってくれてたらしいんですよ。俺は知らなかったんですけど、なんか裏で結構有名な話らしくて、あいつはあのぶりっ子をね見せた瞬間にしばかれるから気をつけろっていうね噂が結構あったらしくて、俺それやめた後に聞いたんだよね。事実だけどそんな噂流すなよっていうね。でねそこまであってもやっぱり自覚ない人っているんですよね。でやっぱりこうほら行ってさ、あ本日はよろしくお願いしますみたいなことを言うと、まあ、大抵の方はよろしくお願いしますってこうしっかり挨拶をしてくれるんですけど、中にはいるんですよ、よろしくお願いしますみたいな、その間伸ばすんじゃねえっていうね、そういうのとかね、なんか思い出しちゃうんです、自分がアウラを使うと。なのでね、いや一応気持ち的にはちょっと長く少しだけ長くねアウラやっていこうって思ったんですけど、いや毎度思ってるんですけどね、一番最初にミコテ使った時も俺はずっとミコテで行くんだって思ってたんですけど、まあ30日のベテランリバード幻想役をね、初の幻想役をもらった瞬間に僕ヒューランになってましたけど、ヒューランも長かったんですよね、1年ぐらいヒューランミッドランダーだったんですけどね、そこからまあ幻想役販売開始されてハイランダーばっかりですけどね、いろんなのやったんですよ、いろんなのやったんですけど、ハイランダーに結局戻ってるっていう。挙句の果てにはハイランダーの肌の色を変えたり目の色を変えたりするためだけに幻想役使ったりとかしてたんでね、使いすぎっていう人もいるかもしれないですけど、まあ1000円でね見た目が変更できると思えば俺は安い思うなんじゃないかなって思いますけどね。そこの価値観は人それぞれなんで、よくほらプレイスタイルね人それぞれ様々だよっていう話を今まで雑談動画でしてきましたけど、そういう価値観もね感覚もそういうのってやっぱ人それぞれなので、こういうところに正解不正解はないと思いますので、まあメッセージくれた方もそうですけど、皆さんの楽しめるやり方でやっていっていただければ、まあ開発の方々もね喜んでくれるんじゃないかなと思うので、まあ、もちろんね、企業もちゃんとね利益を取れるためにこういうサービスをしてるので、まあ課金すればするほどね彼らは喜ぶと思いますけど、うん、まあリアルでね髪切りに行ったら3000、4000かかるんでね、まあ、ゲームのキャラなんてねそれも3分の1、4分の1で全部変更できると思えば安いもんじゃねえかなって僕は思うんですけどね。そんなこんなで、まあ多分次の雑談動画やる頃にはハイランダーに戻ってんじゃねえかなって思いますけど、何らかの奇跡が起きたらもしかしたらアウラのままかもしれません。
なのでね、今のうちにうわユッケがアウラって似合わねーっていう風に笑いたい方はね、今のうちにアウラでいるうちにユッケの元に、来ていただいて大笑いのエモートをしていただければと思います、ね、そしたら僕のお気に入りのエモート、唯一アウラでお気に入りのエモートがあるので、それをまあね直に披露しますんで、この怒るっていうのがね僕好きなんですよ、これジュワーっていうやつめっちゃ怒ってるじゃないですかこれ。これだけ好き、これは好き。いやボイス 4番かな、これ好き。ただ、励ますか、これが許せない、このぶりっこっぽい。ね、こういう人会社にいたの、大嫌いだったんだ俺。これが許せないんだよな。と、なんだっけな、どれ問い詰めるか、こっちの方が見やすい。何これ、このなんかゆっくりな、勝手なイメージでね、もうちょっとこうおしとやかっていうか大人びたエモートしてほしかったんですよね。ちょっと暗い感じのさ、ミコッテがこう明るい活発なね女子だとしたら、アウラってもうちょっと若干暗めのっていう、まあ、勝手なイメージがあったんですけど、まあ蓋を開けてみたらぶりっ子だったっていう。だからでも好きな人は好きだと思うんだよねこれ。なのでここもまあ人それぞれの好みということで、まあでもアウラはね人気だと思う、個人的に。素直に可愛いとは思うんですよ、可愛いとは思うんですけど、自分で使うと俺はダメだ、ちょっとダメかもしれない。まあ次の動画で元に戻ってたら、ああやっぱりかって思っていただければいいと思います。まあそんなこんなでちょっと長くなってしまったので、この辺で終わろうと思います。はい、ここまで見ていただいた方ありがとうございました。また機会があれば、まあ、次はなんかねギャザラやりながらベラベラまたどうでもいいこと喋ろうかなとは思ってはいるので、はい、次回がありましたらよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。このお辞儀も腹立つよな。手をちゃんと揃えろ。